私は今、核共有を議論する場面ではないと思います。現在日本は日米同盟のもと、アメリカの核弾頭が拡大抑止力として機能しているので、日本の領土内に戦術核を配備する意味はほとんどありません。また唯一の被爆国であり、非核三原則を国税とする日本の自衛隊が核を搭載し攻撃するなどというのは現実的ではありません。日米の信頼関係を醸成したいなら、拡大抑止協議の レベルを上げていけばいいのです。日本が核共有の議論をすることで、NPT 体制に傷をつけ、アメリカを信頼してないと誤解を与え、おそらく中国、北朝鮮、韓国も黙っていません。アジアの安全保障環境はより不安定化します。この議論に組みするべきではありません。核共有の議論よりも、どう世界を核軍縮に向かわせるのかを議論するべきです。